はい、どうもつったれ TV エビでございます。2月後半、今日も、朝まずめからですね、デイシーバスチャレンジなんですが、またちょっと寒波がやってきて、今朝もねだいぶ冷え込みましたけど、そんな中今日はですねオープンエリアですね。ちょっとね出てくれるかどうか、まだねポイントもちょっとよく絞れてないんでわかんないんですけど、とりあえずトップから行ってみようと思います。さて一箇所目がちょっとね何も起こらなかったんで、風もだいぶ吹いてきたんでね、北風が強くなってきてやりにくかったんで移動してまいりました。で今このね山の遊歩道を歩いて降りていくと風裏の、海岸線に出ます。ということで2箇所目ですね、行ってみましょう。今沿ってきた。マジで。さあというわけでチェイスが2回あったんですが、サイレントアサシン99とセットアッパーの DR ね、2回チェイスがあったんですが、足元まで追っかけてきて食わんかったんですね。まあ、デイシーバスに一歩近づいた今日のデイシーバスチャレンジでした。釣り上げるその日まで懲りずにね、またチャレンジしていこうと思います。以上、つったれTV エビでした。バイバイ。惜しかった。